今日はスルーナイト TN12 に対応しましたオプションパーツルーメンファクトリーズ社製タクティカルリングの紹介です。タクティカルリングとはこのフラッシュライトのボディ部に通しこのようなスタイルで持つためのグリップリングになります。このように全く何もついていないとこう指を引っ掛けるところがないわけなんですが、このタクティカルリングをこう通すことでこのようなグリップを維持できます。アメリカの警察官は拳銃、ピストルを使うわけなんですが、そのピストルとこうハンドライトをこう一緒に持つときに、このようなスタイルで持つ方が多いらしいです。はい、4本この蓄光リングとオレンジ、蓄光レンズオレンジの4本ワンセットとなっております。装着方法は至って簡単です。素材はこのような伸縮性のあるゴム製になっていますので、本体部分に通すだけです。はい、このように、1本でも1本です。若干このようにずれますので、2本通しますと、よいしょ。はい、こんな感じで装着します。この部分は蓄光になっています。ではちょっと光を貯めてみましょう。光を。はい、このようにぼんやりと光ってます。蓄光です。はい、スルーナイト TN12 をこうかっこよく持つオプションパーツルーメンファクトリーズ社製タクティカルリングの紹介でした。